林鶴しりの墓林、鶴し、りょから1878年1月16日は、幕末の儒学者。核は、雨冠に、鶴。る。上野国軍馬群萩原村にて生まれる。陽名は、長寿、鉄蔵、伊太郎の通称を持つ。もともとは、五丹須道同心という、下役人であったが、彼の文才に注目した、藤田東子の推を得て、奥日本番に抜擢され、 昇進の道を得る。交付金版指定の学問書である、起点館の学頭など書役を歴任した。1853年、東東海国中泉大官に昇進。在任中の安政の大地震への対応では、永続して、休民を救済する恵み,み層という方法を、考案して、貧民の救済に尽力。また三河、東東海の詳細で正確な地図を作成した、実績により、 爆薬の信を得た。では国芝は次第艦時代には、銅山開発に努め功績を挙げる。外圧に関しては、藤森天山らと左高を主張した。維新後も爆心であることを貫き通し、外出の際は何の面目あって、天日を青眼と深編み傘をこむるほどであったと言われる。佐藤一切松崎行動長野豊山、渡辺火山、三作り原婦。 久保滝米西寺。その卓越した学問と見識によって、水戸藩主、徳川成明、新州松代藩主、真田幸蔵、福井藩主、松平義長、佐賀藩主、鍋島直政、土浦藩主、土屋虎自家といった幕末の名君と親交があった。川地俊明、岩瀬忠成、大久保一王、羽倉勘道などの幕臣、佐久間昭山、 若山持道、岡本明明ら学者と深く信仰、相沢聖司祭、大久保要、橋本さないら志士とも意見を交わしている。演習の大漢時代には、国学者、石川頼平、画家、福田半校、三宅鴨慶、医師、渡辺春とも、袋井塾の個室と親しい間柄だった。漢文で表した鶴行文章は、夏目漱石、三田村演魚など、 明治時代のインテリ青年の愛読書として知られる。林鶴良日記は38歳から56歳までの19年の間に書き続けた日記で当時の世相がわかる書物として高い評価を受けている。母書は東京都港区赤坂にある清泉寺。大正4年、聖後位を追造された。性質川島通馬の娘、久し慶室、中井和馬の妹、倉子。 ありがとうございます。